健さんの妻で女優の南果歩さんが早期の乳がんを患い、池袋で天狗の発作で意識障害の状態に行ったまま車を暴走させ5人を死傷させた罪に問われています。金子被告は転換の発作による意識障害の兆候はなかった、運転に支障が出る恐れがあるとは認識していなかったと起訴内容を否認しました。一方検察側は事故の1年前にも発作があり医師から運転しないよう注意を受けていたと指摘しました。事故現場のトンネルにはスプリンクラーが設置されていませんでした。広島県の山陽自動車道で車10台以上が通過し炎上、これまでに2人が死亡、70人近くが怪我をしています。立ち込める煙、迫り来る炎、事故はトンネルという閉ざされた空間で起きた。現場はあちらに見えます東広島市八本松トンネルです。出口付近で事故があったということですが、現在は火は消えているようです。現場では今も焦げ臭い匂いが漂っています。バーンみたいな感じの衝撃があって、で気づいたら振り返ってたので、これ早く逃げなきゃと思って振り返ってるからでしょうね。ドアとかも開けられないので張って出てきて、今朝午前7時半ごろ、広島県東広島市山陽自動車道の八本松トンネルの中で追突事故があり火災が発生、消防によるとおよそ70人が怪我をし、これまでに2人の死亡が確認されている。事故が起きた八本松トンネルは全長844メートルで片側2車線、西側に向かって下り勾配でやや左カーブしている。現場となったのは警察によると下り出口から200メートルほどの場所だ。音が弾けるような音が地響きのように聞こえてきて、地響きの音って何ですか、ね、なんか弾けるよ。ために渋滞が発生していたと、その時渋滞の最後にトラックが、さらに軽乗用車などが次々と衝突し、なんと12台が絡む大事故に発展したのだ。車5台が炎。ネクスコ西日本によると、スプリンクラーは設置されておらず、懸命な消火活動にもかかわらず鎮火したのはおよそ1時間半後だった。火災によりトンネル内には煙が充満、怪我をしたりで後ろから来るんだけど、なんか登んないな、黒いのが下がりたいのか。警察は詳しい事故原因などを調べているが、トンネル内はすすで真っ黒でブレーキの跡などは見えないような状態だという。次です。こちらの映像は2ヶ月前長野県軽井沢の国道でかなりのスピードを出して走る大型バスの映像です。バスはこの直後に転落事故を起こし、スキーツアー客など15人が死亡する大惨事となりました。発生から2ヶ月余り、今日現場では事故車両と同じ型のバスを走らせる実況見分が行われました。まもなくバスはこの上りを、ここが入山峠です。入山峠を越えておよそ1キロ先が転落現場になります。午後2時、長野と群馬の県境近くを行くバス、向かった先は
あの事故現場だ。スピードで走り抜けたバスはこの先で道を外れ転落した。その原因を解明すべく警察の実況今バス来ました。かなり速い速度で走っています。事故を起こしたバスに達していた。ここまでではないものの、実況見分では法定速度の50キロを超すスピードを出すという。取材人向けのデモンストレーションの後、バス走行が始まった。コーナーで早くも異変が起きたようだ。あ、バスが遅くなりました。ひしゃげたガードレールを越えていきました。現場を含む水バイパスは全面通行止めとされた。大規模な見分で何がわかるのか。捜査事故に関わることですので、お題は差し控えさせていただきます。データを収集する。警察によれば午後4時時点でバスを走った。運転手以外に複数の捜査関係者が乗っていたという。実況見分はこの後午後8時からも行われる予定だ。当時に近い状況でブレーキランプの運転手さん亡くなってしまってますし、乗客の方たちはほとんど、はい、そうなると何が起きたか。そのためにはやっぱり、ね、そのドライブレコーダーをきちっと法的に義務付けて装備させるとかですね。